こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。ボーム・イングリッシュ・アカデミーです。今日はですね、ボーム・イングリッシュ・アカデミーの全貌を大公開といいますか、ちょっといろいろコンセプトご紹介ね。うん、ご紹介していきたいなと思います。Yes. ということで、今日私どんどん突っ込んで、お伺いしていくんですけれども。ツッコミがすごいからね。こちら、皆さんよくご存知のね、岐阜スクールのマネージャーであり、人材育成も担当されている、ね、面接とかさ、リクルートからもう全部いろいろやってらっしゃるめぐみスミスでございます。フルネーム来た。めぐみでございます。はい。で、今日はちょっと一人じゃ心細いということで、私の相棒エリナでございますが、彼女はボーム・イングリッシュ・アカデミーの中ではカリキュラムを作る、あとは、実際クラスに入って教えるティーチング業務もしますけれども、そういった担当を、ね、してもらっています。今日の私のバディでございます。はい。じゃあ続いてね、いろんなところで英語の話題ってね、上がってると思うんですけれども、じゃあ本当に話せる英語の力ってどんなふうにお考えですか？これがね、話せる力って求められてるんですよ、今めっちゃんこ、で、世の中はね、話せる人間を求めとるんですよ。じゃあ話せる力ってなんぞってなった時に、使えるってこと、英語という言語を使いこなせるかっていうことだと、まあ私は思うんですけれども、これアメリカのそういう機関が計算した、日本人が英語習得するのに、大体2000時間ぐらいと言われてるんですけど、皆さんは英語力満足してます？その話せる力として使えてますか？で、大学入試が変わりますね。変わりますというか変わりましたね、コロナの大変な時に本当に共通テストと呼ばれるものがね、導入されたでしょ。学年の皆さん本当によく頑張りました。そうなんですよ、で、結局もうちょっとこうオーセンティックな内容というか、応用力というか、なんていうんですか、この答えにはこの答えっていうようなテスト形式ではなくなりつつある、よく言えば実践的ですよね、そういうことにすぐに使えるようなチャット文章であったりとか、チャットそのね、年代に即米っていうやつ、年代に合ったブログとか書かれてたりとか、ブログが題材になってたりとかして、それだって何年か前ないもんね、もう今まで従来のね、アクセントとか単語とかね、アクセントも大事だけど、あたりがね、もうちょっと一斉になくなって、もう長文から始まるわけですね。ってことはですよ、結局大学入試が変わるということはですよ、その先にある、実践的に英語を使う、就職先とか企業さん、つまりはこの日本のこう活力になっていくような、人材に使える英語力を求めているから入試変わってるんですよ。そうです、ジャパンがそれを求めているわけですよ、なんでその、入試って最終ゴールじゃないわけですよ、人生の、その先に実践的に使える場所があっての登竜門ではあるんだけども、結局そこの、使える場所、就職先とか仕事とか、ビジネス個人でやる方もいらっしゃるかもしれないんだけど、に行くため、自分のビジョンに行くために入試変えないと勉強方法が変わんないから、今までやってきたね、っていう状況。そうですね。そうそう、だからそれぐらいなんか話せるというか使えるというか、話せるって言うとちょっと語弊がある、聞けたりとかさ、かけたりとか、コミュニケーション能力ね、やっぱり自分の意見をいかに伝えられたりとか、あと本当に使える英語、実践でもある英語が求められてるなっていう印象ですね、やっぱりね、なんで、なんかやっぱり予備校さんとかともね、私もなんか面談するんですけど、やっぱこうアプローチングを変えるじゃないですけどね、こう試行錯誤されているような先生方もいらっしゃるようでね、あれですね、良くも悪くも今までの暗記じゃ対応できないっていう問題ですか？そうです、そうです、そうです、発信なんていうの、
自家発電力なんていうのかな。そうね。そうそうそう。でも本当答えのない、ね、問題もどんどん増えてきてるんですね。なんで採点する側ってすごい大変だと思いますよ。あの大学の先生方、ね、入試大変だと思うんですよ。答えなき問題を採点するわけですから。でもそれをやってでも入試を変えてくるわけだから、まあすごいことなんですよ。なんで、あのこれを見ていただいてるのが、まあ、社会人の方なのかもしれないですけれども、あの中学生高校生のヤングたち、ぜひあのその自分のビジョンのために、なんかこう自分をこう見直すとちょっとなんか言葉悪いですけど、どうなりたいのかみたいなね、大事ですね。そうそうそう、なんかこう思い描く、そう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 、作業もしてもらえるといいかなと思います。